どうも、さよちゃん。キョキョです。はい、ということで、今起きました。で、今起きて、今何時かっていうと、今起きたとはいえ、11時6分。11時6分に起きたんですけど、今日ね、これやりたい企画があったんですよ。寝起きなら、頭めちゃめちゃ冴えてて、クララは勝てる説、やってきてます。ちょっと。やるぞあれ入んない。あ、入った。よし。うわ、眩しい。これ地獄やな、これ。うわー、すごい。しかもなんか感運で目がなんかひっついてる。このね、この説がある。もう待って、この説が僕なんで思ったかっていうと、なんか声もすごいガラガラで申し訳ないです。あのね、僕朝起きて学校行く前とか、結構朝起きてクララは一斉したりするんですよ。そうすると目冴えるんでやるんですけど、あのね、結構勝てんすよね。なんかね、頭が冴えてるんですよ。相手の手札とか好きな、なんだ好きじゃねえよ。好きじゃねえ。あの、相手の手札とかね、なんかわかるんですよ。あ、今相手スケルトン部隊手札にあるとか、わかるんで、今日はね、こちらやってきたと。じゃあ待って、もう、ま、ちょ、もう、もう。あのね、寝てる顔をね、動画にすると多分初、人生初の試み、その起きてすぐにカメラに向かって、やーって、あの、久々、初。起きたてなんで、これもうリアルですよね。この辺が溜まってるっていう。この辺が全然こう解除されてないっていう、あるある、そう、これ、せこい。おー、ゴレチ買っとこう。ムートも買っとこうかな。それでは、参ります。俺の必殺技、バウンさ。あのね、ごめんなさい。あの、僕ね、眠い。僕ね、昨日ね、なんかね、4時半ぐらい寝たんですよね。うわ、マジか。うわ、迫撃じゃん。迫撃かクロスか、どっちかでしょ。うわ、あ、違い。何だっけ、相手何だっけ。待って、これ勝てる気がする。待って、なんかだってもうアーチャーと墓石覚えてるもん今。ですげえな、すげえ嫌なの来ましたね。待って、相手おちんぱんじゃねえ。相手なかなかおちんぱんとちょっとやや高い気がするんですけど、そっちのせいでしょうか。待って、相手スケラでしょ。なんかほら、なんかね、頭がすっきりしてるといいんじゃないの。ただ、あの、YouTube 撮るなっていうね。YouTube 撮ろうとすると、こういう感じになるって、ちょっと。YouTube 撮ろうとすると、ちょっと待って、なんか朝うんこして、待って、なんかいきなり来た。もう、いや、リアルなんで、もう今起きたんで、待って、ほんと朝うんこして、ちょっと待って、朝うんこして、どうしようかな。朝うんこしたい人リツイート。え、待って、これ破裂しちゃう。あ、俺ちょっとここザップでお亡くなりになっていただいて。これスケア出してくんのかな。で、これスパーキー盾にして、待って、なんか漏れそう、本当に漏れそう。ちょっと待って、漏れそう、ガチ漏れそう。漏れたらどうする。漏れたら、待って、これ、ほんと、今、やばい、なんかこう、指先に力が入ってる、待って、これ、やばい、本当にやばい。まあ、早く終わらせないと、ちょっと待って、漏れる、俺たち、タラリラリラ、もう、朝のテンションはよろしくない、怖い。朝のテンション恐ろしいですからね。さあ、ここは、なるほどね。ちょっと奥の方に、まず、やや奥の方に出して、うわ、マジか。いや、このスケルトン部隊死んじゃう。このスケルトン部隊死んじゃう系じゃね。え、ちょっと待って。やばい、ちょっと待って、マジトイレ行ってくるわ。
たかった。最後の見ました、見ました、最後のシーン。ちょっとよくなかったっすか。僕ね、僕あれなんですよ、出してたんですよ今。あ、入るんです。ごめんなさいね、食事中の歌出してたんですけど、あのこれね、 iPad 今単体で録画してるんで持ち歩けたって感じです。うわ幸い。もうね、動画撮ってる最中にマジ腹痛やばくなるって初ってか、しかも動画クラロワ戦って最中にうんこ行く YouTuber 初ですよ。嬉しい。もう初を2個更新した男。ちょっともう1試合ぐらい行きますか。ああ、まあね、今ね、リーグリセットがあって、あの先日リーグリセットだったんで、結構まあ相手が弱いっちゃ弱いかもしんないです。まあ弱いっていうかね、でも別に相手普通にレベル13とかですからね。うん、さあさあ頼むよ。うん、ナイト、ああそれ、待って、迫撃砲じゃね、迫撃かクロスかどっちかじゃね、え、どっち、え、あ、違う全然違う、恥ずかしいわ。もうやめろ、恥ずかしいから。え、でもね、でも、あい、何でっけ相手、ホグ、基本ホグって感じですよね。あー、ちょっと OK です。じゃあこれ、え、待って、ロケット持って、え、なんかホグロケな気がする。あ、なんか冴えてきた、なんかこう、なんつうの、いつもの僕になってきました。だから頭がね、多分フル回転してきてる。まあこれはいいよ。え、あいつザップ持ってる。オッケーオッケー、まあオッケー。あ、もういいよ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 。そんぐらい許容。さ、あのね、あの、ごめんなさい、あの、声出ないですよ。あの、起きたてだから、なんかあの喉がね、腫れて、あ、膨張してなくて、今叫んだらなんかすごい、なんかもう喉破裂する気がするなんか痛めそう。待って、いいんじゃないの。え、これもう防衛すばきよろしくと。あー、でもどうしようかな。マスケレベル10か。ホグ来そう。なんかね、スパーキーと逆サイにホグ、来たー。あ、でも読まれとる、読まれ、あー、ルスケルトンちょっと残った。オッケー。イエス。さあ、そうそう、これは相手5持ってるんですが、まあ相手こうでしょ、こうやると多分スケルトンから、あ、こっちか、スケルトンかなんか来るんじゃないの。さあ、ここは先読みザップ。やばない、ツイッターで拡散しましょう。キヨキヨの、待って、先読みザップできてたかな。ちょっとで、あ、やべ、今すげえダセイ、今のすげえダセイじゃん。まあ一旦こっちにスパーキー流しといて、スパーキー流すと多分こっちにホグを出してきたがるんで、やった。待って、やばない。ちょっと待って、キヨキヨ選手のさ、読みがすごい。待って、あ、スキング、読みがすごい。ちょっとやばい。今ね、マジで読みがやばかった。だからゲンツさんみたいな感じ、みかんさんみたいな感じになってました今。はい、こっち今来るんで、まあ先で出しときましょうっつったらさ、バツンってなんじゃあの人たちって。あらす。しかもね、朝ね、クラロワやるとまず勝てるっていうのと、頭が冴えてるんで、なんかね、相手の手札を覚えられたら上手くなると思う、多分。で、さらに言うと、で、頭が冴えるんで、眠気がなくなる、やっぱ考えるんで。この3つの効能があるのが、朝クラロワです。なんかすごい CM みたいになっちゃってますけど、ぜひとも皆さん朝勝てるかと思いますので、ぜひとも皆さんそちらやってみてください。毎日この感じでクラロワの動画アップしておりますので、スマホでご覧の方はね、ちょっと下行っていただいて、チャンネル登録のボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークのボタンから通知をオンに設定していただけますとね、明日も動画見逃さずに見れるかなと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。まだチャンネル登録お済みないから、ぜひともこちらの買わなくボタンからチャンネル登録していただけますと、私のモチベーションがギーンと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしてます。そしてこちらおすすめ動画2個ございますんでね、まだ見てないから、ぜひとも見てください。ではね、ご視聴、あ、おやすみなさい。二度寝。